マニーのストリートファイターファンの皆様こんばんはということで、うん、今日は何でもないスト 2X の大会を、はい、やっていこうかなと思っておりますけど、ゴールデンウィーク疲れがあるので、何でもないやつで行こうかな。14人ですね。じゃあ誰だ。じゃあシュート青夏スキャンダルマン、はい、シュー対青夏スキャンダルマン、じゃあじゃんけんしてワンピツビー決めといてください。今日は親父スト2等ではございません。ガチです。ガチ。目の前にいるやつを殺してください。スパ 2X、 94年に出た X の最終形態と言われてるゲームですね。じゃあ行きますかね。はいはいはい。じゃあスパ 2X 大会じゃ始めたいと思います。 1P 側、スキャンダルマン 2P 側シュー。スキャンダルマンっていうと違うゲームになっちゃうんですけどね。パックマンのデッドコピーになっちゃう。あスキャンダルマンがザンギエフ、そしてシュウ君がダルシムとなっております。俺はもうザンギエフ勝ちようがないっていう組み合わせなんですけど、まあなんとかしてくれると思います。スキャンダルマンが、スキャンダルマンだな、あの子とスキャンダルですよ。頑張れスキャンダルマン。うわはビヨッタ殴っていく石棺でございます。バニシングフラット、ジャンプショーキックで逃げるシュウだ。お前ガードしろよ。ガード知ってる？レバー後ろだよ。一歩前進。ガードしろよ。さあ、まあそんなこと、キャラ性能的な話したけど、上手い人同士はね、バカな、ガードしろっつってんだろ。投げる！上手い人同士はね、十分ひっくり返せると思いますよ。もう、何度も、ポニーさんがね、KKY さんとか博士選手を投げるの見たことあるんで、俺絶対勝ったろ、勝ったろシュ。東京ジャッキーとモサリ、東京ジャッキー対モサリ、じゃあお願いします。ヨガの究極奥義思い知ったか。どの辺がみたいな。ワンピー側はモサリ、ツーピー側は東京ジャッキーかな。じゃあお願いします。アドバイスしておくと、レバー後ろでガードですからね、覚えておいてくださいね。レバー後ろでガード、これ常識ですから。え、大丈夫？キャラ間違えた？じゃあもういいです、リセットしてください。はい。1P 側がモサリ、 2P 側が、新宿ジャッキじゃなくて東京ジャッキ。もう後ろにレバーを入れること忘れないようにね。スピードはもうこの際何でもいいです。もう好きにやってください。ターボカラーの竜モサリ、そして X カラーのベガ、東京ジャッキーとなっております。スパ 2X が出た時はね、こう竜にいろんな技が追加されてて、結構僕は感動した覚えがあるんですけれども、一番重要なのは中段攻撃だよね。ああいった、攻撃が、まあ、実装されたのが X であると。さあ、あと投げの受け身、これが実装されてますね。さあ波動拳、非常に性能がいい、竜の波動拳となっております。最高クラッシャー、裏に回ってジャックジャック、おかっこいいですね、いい固め。竜メガ選手のカラーと、あ違うな、これじゃないですね。さあナイトメアから空中コンボできる、やってる風、東京ジャック一歩選手。さあこの遠距離大キック、これが技の差し合いで非常に強いベガの通常技になってますね。やっぱりこのベガは実際タイニー、バルログみたいな感じの性能なんで、まあ、ちょっと戦い方工夫しないと、劣化バルログみたいな、結構ね、難しいキャラクターではあるんです。テクイです。ただ火力はそこそこ高い。さあ投げる空中コンボ、しっかり決めて、どっちに着地？いや、投げた！中段届いてね、最後で削って、投げてった！勝ったな、東京ジャッキー。パルキチとチキン、お願いします。1P 側が、パルキチ、2P 側がチキン。チキン選手は X やってる印象はあんまないですけど、まあうまそうですよね、やればね。このおガイルだ、珍しい。
リュウガイルとなっております。まあ、パルキチ君は大体波動拳と昇竜拳出せるキャラだと強いのでね。あいサマーリバーサル大パンチで対空、非常にストリートファイターらしい、体勢になってると。そりゃスト2なんだからそうだろって話なんですけどね。中足でここはダメージ与えていく。竜巻裏に回る、早い展開。おっと飛びが通って投げているが受け身ソニック何 ごちゃってますね。大丈夫か。さあゲージは両方者溜まっている。これソニック打つのは非常に怖いです。あーバラした、なぜバラしたんだお前。そこで中盤で落ちて大パンチ、いろいろあったけど立っているのはチキン。いや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 、非常にごちゃごちゃした対戦ではございましたけど。さあ飛びが通る、波動拳で固めて、なぜか分かんないけど後ろにジャンプ。さあそう、このチューキックがね、あのニーバズーカーと呼ばれてる技なんですけど、まあ、あの前進するようになったんですかね。さあ飛び道具の打ち合い、ゲージが溜まっている長いの。そしてパルクシも溜まったぞ。なんですぐ離すんだよ、何やってんだ、考えろよ少しは使い方をよ。割と真空波動は溜まると玉持ちキャラは何もできないぐらい強い技なので考えておいた方がいいですよ。離していく、ファイヤー波動で焼いて1-1。金入れた分かんない、決意みたいに処理落ちするかもしれないですどんなんだそれ、当たった、サマーで返す、飛び込んだ、何もなかった、波動拳。さあ早いんだこの波動拳が。さあガイルの方のゲージが溜まったぞ、ジャンプダイキックで飛び込んで裏剣飛んだけど対空、しっかりストリートファイターしてるぞ。早い飛び道具、中足、あーそれうまい、中段大足届いてね、どうなんの、ごちゃごちゃ飛んでた、あれ技出してね、勝ったのはパルキチ、なんだよその試合は。何やってんだよじゃあ次片締め君とそれがし、じゃあ試合の方お願いします。本田と龍ですね。まあミカドのスト 2X のこのレベルの低さがたまんないですよね。もうお前らやる気あんのかレベルのこのレベルの低さ。 1P 側が、本田片締め、 2P 側がそれがしの龍。それがし君って X 上手いんですかね。でもそれがし君も結構何やっても上手いですからね。茶流で攻める、まずはファイヤー波動、竜巻近寄って昇竜拳、オーケーがない、中盤重ねて波動拳、さあおいちょ、そしてまあ様々なね、移動する百裂張り手、この辺りが、実装されたホンダ。あ立って中段食らうなよ、ちょっと待てよ、立って中段は食らわないぞ、何やろうとしたんだ、一本選手それおっとね、おっと面白いですね、中ボス立ちくらい、もう伝説の名シーンでしたね今ね。ジャンプダイキック近寄って、火力が高いホンダを生かしたい、中段だよそれ、さあ削って大パンチから、おおジャパン、お知ってる知ってる風な返し、しかしスーパー続き1-1。いや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 、画面端にごちゃらせるのがこのホンダのねキャラクターとなってますからね。あ、いいですね。さあ、おやばいやばい、ガードして、この結構ね、張り手を出すのが結構難しいんですよ、このゲーム。なので、しっかり結構、片島君出せてるんで、割と連射力高いなと。昇竜、返した、あと1割しかないけど、大丈夫、昇竜、バナした、当たった、波動拳、中足、真空あるよ、真空、バナしたけど当たってない、張り手で削って片島勝利。ダセーなそれがし、じゃあ次4126不惑、じゃあお願いします。でもね、 X はでも試合の展開がね非常に早いゲームになってるんでね、いいですよね。 1P 側が不惑さんで、 2P 側が4126かな、じゃあお願いします。あ遅いの選んだ41ちゃん、あ、何41ちゃんは何使うの
あのね、キャラ間違えるとか、まあ、あの操作以前の問題をなんとかしなさい、あんたたち、本当に。さあ。さあ、ブランカ不惑、そして、ヨイちゃんがザンギエフとなっております。ブランカは、コモダさんからですね。小物さんが使うとブランカの性能が上がるというね、あの勘違いしてしまうんで、かっこいい、憧れるっつって自分で使うとめちゃくちゃこのプランが弱いんで、頑張ってほしいですね。まあこれは TMF のザンギエフにも言えることなんですけど、さあ噛みついていく。いわゆる掴み投げしか存在しないんですよね、ブランカね。それっぽいですね、今のね、動き。さあ削って、一歩選手、不惑。やばいですね、ほとんどヨイちゃん今スタートボタンを押しただけの状況でしたよね。ザンギエフ頑張れ。おっと前ジャブ台パンチ、少々それは使わないだろう。大パン返していく。とりあえずあの後ろでガードだぞ、後ろでガード。ほんとに強いな、そのジョーパンチ返していく。ローリング、アマゾンリバーランからのキッチャンキック、飛び込んだ大足、危ねジャブパンチ、なんとかテイルを当てていく、飛び込むキーちゃん。これフワークさんが近寄らない理由もよくわかんないんですけど、何を恐れてるんだ、何を恐れてるんだ。勝ったのはフワーク。ガーフって何。アイランドとトラ、じゃあお願いします。さあ、アイランド選手は 1P 側、2P 側トラさんの竜。さあ、まあね、いろいろあのコミュニティがあって、大会もね、定期的に各地で行われている X ですから、まあ、今更説明することもないんですが、まあ、実はこのゲーム、スーパーの性能のキャラクターを選ぶことができるということで、ゲージがないのが分かると思うんですけど、まあ、S サガット対、S 剣となっておりますね。 X 準拠の、S キャラクター、まあ、つまりスーパーストリートファイターと全く同じじゃないんですけど、まあ、性能の違うキャラクターを隠し込まので選ぶことができると。さあタイガーに、この S サガットがね、非常に飛び道具の隙がなくてですね、まあ、速度も速く非常に強いタイガー砲台と言われているキャラクターになっていると。で、まあ、剣も実は負けてなくて、非常に波動拳の隙が硬直が短いんですね。さあ飛び道具、あ、だからバランスだっつうんだよ。さあ、あー、見渡しいた、あ、できるアイランド。じゃあ上に戻るよ、シンゴ対シュウ君、じゃあお願いします。フェイロン対、ダルシムとなっておりますね。まあS キャラもし使うんであれば、剣と、サガットはおすすめです、初心者にね。さあ 1P 側が、シンゴ君かな、あ、シンゴはあれか、あ、いいのか、フェイロンか。でダルシムが、シュウ君、今これ合気を出そうとしてること。合気別に1万円払えば使っていいですからね。さあフェイロン、スーパーストリートファイターから追加された、キャラクターとなってますね。某、格闘家によく似た、中国拳法を使う、格闘家となっておりますね。で X で、まあ、中断とかあと技のリファインが行われて、結構僕は好きなキャラクターですね、フェイロンは。さあ中足中足、しかしこのダルシムはですね、レバー入れで技が変わるようになって、非常に性能いいんですけど、逆にテクいんで使う人を選ぶキャラクターになったんですよね、 X からね。さあまずはシュウが一本選手、これ劣化剣、あれなんて言うんだっけ、この昇竜拳の名前、支援客か、何でしたっけ、忘れちゃいましたけど、もうこれが逆昇竜というコマンドで出るんですけど、最初に逆昇竜ってすごい出しづらくてですね、このコマンド考えたやつ誰だよと思ったぐらいの感じでしたけどね。あー見よった、投げていく、シュウ昇竜見よった。じゃあ東京ジャッキー対パルキシ、じゃあお願いします。東京ジャッキー選手のベガは結構良かったですね。
あれはちょっとやれてるベガですよ。さあパルキシもう手抜きはできないぞ。 1P 側へ、 2P が東京ジャッキー。さあパルキシ龍、そして東京ジャッキーのベガとなっております。さあ波動昇竜でこのおはは、なんでそれお前、あ中断、あれ嘘だよねお前、ほんとになんか昇竜拳に東京ジャッキーさんが2回吸い込まれましたね。中断から大足、いやそれはないでしょ、危ない、危なかった。真空波動溜まってるよ、溜まってるよ、固められていく大足、追っ払って、その昇竜が外れるがなぜか投げてる。ファルクシーごちゃって一歩精神、いやもうね、勝てば官軍なんとでバーカなんとでも言いますからね。いやあれ昇竜見てからやでっつってね、なんとで、あ投げ、いや大キックガッチュー、あー当たってない、お見合いで、お見合いから画面端ダブル2ナイスガード、間に合った、昇竜拳で返して置き攻め、ここは一旦離れる、あーまずい、だからなんで離すんだよさあ1-1、やっぱ玉なしキャラはシンパシーありますよね。どうしても玉あるキャラクターがね、戦い方がね、ワンパターンになりがちなんで、ベガ、あたりのね、ブランカあたりのね、玉なしキャラはね、非常に勝つと盛り上がるよね、クソン大会でね。ザンギとかホークとかね。さあ、空中コンボ、当てていく。さあ、デベルリバース、大パンチ、ここ一回ガード。あ、うめえ、ダーキック出してた。さあなんとか、これは昇竜拳ゲージが溜まった、パルキチ投げてた、パルキチ適当投げ、勝ったろパルキチあれ狙って投げたんですかね。じゃあ片君とフワクさんお願いします。あれ狙ってやってるかどうか怪しいですね。でも勝てば正義ですからね。まあソリッドファイター 2X はね、まあ、疎通からすごい対戦がねゲームセンターで、ブームになって、94年にリリースされた、まあ、疎通の究極形態というような感じのゲームでね、僕もかなり当時、対戦ね遊んでましたけれどもね、まあ、ある時を境に全然勝てなくなって、なんだよこのゲーム俺才能ねえのかなみたいな感じにどんどん落ち込んでいったんですけど、で後で発覚したんだけど、詐欺飛びっていうこのテクニックがあってですね、あるフレームだけ飛び込みに、あるフレームでこう飛び込むと、まあ、昇竜拳が食らわない飛び込みがあるわけですね。まあ、それを後から知って、お前らこんなネタで戦ってたのかと、ズリーじゃねえかと、そもそも俺は対戦のステージに立っていなかったっていうのを気づいてね、驚愕した覚えがありますけど、まあ、その他にもこのゲーム様々なネタがあってですね、それを熟知しないと、まあ、全国トップは取れないという感じで、坂田一歩選手もう何でもいいですよ別にこの際何でもいいですよ。さあキッチャーキック、あそうですね、安全飛び込みってやつですね。で、まあ、その何安全フレーム、安全飛び込みするフレームがかなりシビアなんですけど、まあ、X 勢の方とかは、まあ、確実にそこで飛び込んでくるんで、非常に強いですね。さあ、キーチャンキックで飛び込んでいく。スーパー頭突き。まあ、世界初の突進技と呼ばれてるんですけど、本当ですかね。わかんないです。あ、中キック返していく。まあ、世界初の突進技は多分、ER カンフーの一面のやつ。あ勝ったな、勝った。じゃあ次。アイランドくんとジョージくんかな。じゃあお願いします。ワンピーがジョージ、ツーピーがアイランド。アイランドくんは今日 S サガ使ってるんでね、これはちょっとこの S サガがどこまでトーナメント食い込んでくるかが結構重要になりそうですね。お、 S 流、 S 流対 S サガとなっておりますね。 X キャラと S キャラはもう本当に技の、判定
一つ、まあ、同じ技でも通常技でも変わってくるのと、まあ、X で追加された技が基本的に、この S キャラにはないんですよね。なのであの剣が非常にその辺顕著になっててですね、さまざま追加された足技が、まあ、S 剣はないというような感じになっていると。さあタイガーが速いアッパーカット強いアイランド一歩選手で、S 流は特徴としては今、ジョージ君が出した垂直ジャンプ大キック、このヒットボックスが、まあ、画面には見えてないんですけど、すごいでかくてですね、まあ、非常に強力な判定を持つ技になっていると。おはやなんだよそれ、お前クソついたけど。さあ S 流もうさあと1ショットガードして飛んだけどいろいろあった勝ったらアイランド。パルキチ対シュウ君お願いします。僕は S 流好きですよ。何よりも色がかっこいいじゃないですか。初代 S と2のカラーですからね。初代のカラーは S キャラに割り振られているので、 X だと X キャラだと使えないんですよね。さあワンピー側がパルキチ、そしてシュウ君、ここまで勝ち上がってきているダルシムとなっております。まあ、シュウ君はあのバーチャ勢なんですが、まあ、X も当時やっていたということで、参戦していただきました。さあファイヤー波動焼いていく、まあ、パルキシ待ってりゃ勝利権ばなすんで、そこを突きたいですよね。で一応ダイアグラム的な話はあんまりこの大会でしてもしょうがないばなすんじゃねえよ。まあダルシム有利ですよね基本的にはね。まあ、味方の大会はあんま関係ねえかなって感じですよね。好きにやれ。スーラ出し返して、あーそれはタッチくらい出ましたね。それはよくない、中盤タッチくらい。インフェルノ削っていくがまだ足りない、あー削りまともに使った真空ハード。パルキシ一歩選手、そうですね、ダルシムは龍拳に、まあ、強いですけど、まあ、でもあの上手い人にはかけないのでさあ大パン波動拳、ここは丁寧にいきたい。おお対空知ってる。シュウ実はあの立ち中パンチと呼ばれてるダルシム昇竜拳と言われてるあの技、あれ結構ね対空性能高いんですよ。さあ波動拳竜巻で抜けていく、頭突きで固めていくが体力同じぐらい、結構じりじりとしたストリートファイター戦になってる感じ。投げ、ここは受け身、なんかファイヤー波動が刺さる、あーって乗っちゃった。これは逃げたい。さあ一発しから我慢できるか、残り10秒、これガンヒューリーは竜ですね。しかしゲージがない、削っていく、あーどういうからせっか、なんとタイム0秒からの逆転1-1。いやバーチャー勢こういう時強いですね。息詰まる緊張感を制してなんと1-1。さあファイナルラウンド、これもパルキシーなんか心折れてる感じしませんか。これブラストが刺さる、こんな変なこのゲーム何年ぶりだよ。フルヒット見たの、大キック勝ったらシュウ20年ぶりぐらいにフルヒット見ました。インフェルノかじゃあカタア君とアイランド、じゃあお願いします。さあアイランドのこのガチなエッサガに対しエドモンドでいけるのかどうか。当時エボがまだ小さい、まだね大会だった頃はね、あの外国の方みんなエッサガと使ってたなんていうのは、梅原さんも昔のインタビューで言ってきましたけれども、まあこのエッサガはね、まあ、使い方間違えなければ相当鬱陶しいキャラクターというところでしょうか。この砲台モードからの威力の高いタイガーアッパーカット、これですね一本選手アイランド。そう、危ない、
当時ね、発売されたばっかの時にね、なんかレバーガチャガチャいじりながらキャラ選んだら勝手に S サガになってね、なんだこりゃみたいな、ゲージないんですけどとか店員さん呼びに行くやつとかいましたけれどもね、バグってますよみたいなね、そんな感じの S キャラクターとなっていますが、さあここは砲台モードを丁寧に決めていく。さあエドモンドの火力が高い、2発入って11。ずいぶん池袋のファンタジアでねロケテストやってましたけど、本当に行くたびにゲームの調整技が変わってるような印象はありましたけどね。一説によるとこのホンダの張り手も後ろため前だった時期があるみたいですね。それまでの連打をやめていた時期もあるんですけど、まあ、結局発売版は連打に落ち着いたみたいなね。さあ、あと通常技で削りがあったりとかね、いろんなバージョンが存在したそうですね、ロケテスト版の X。まあ最終的にこの発売バージョンが一番いいんじゃないかと言われてますけどね。さあ起き上がりにタイガー重ねて削り勝ち、勝ったのはアイランド、決勝進出おめでとう。さあ2018ゴールデンウィーク明け、ぼーっとしてる状況ではございますが、木曜 X 大会決勝戦、じゃあ始めたいと思います。ダルシムか S サガか、ミカドはまだ S サガで駆られてしまうのか、どうなんだ。さあオーパンツ、非常にこの強力な砲台を持つサガット、かつて90年代後半に日米戦というのが行われてね、その際倉橋さんがね、ガイルでね S サガを破っていく姿が非常にかっこよかったですけどね。さあここ、あっ梅田行く、スラ田行く、いや届いてない。アグレッシブに攻めるときは攻める、アイランド投げて、いやーこれどうすんだ、抜けれねえ、助けて助けてくれ、ダルシム大ピンチ、うっうまい、あーこれは、いやー当たんない、危ない危ない。さあアイランドがちょっと慎重になってるか、逃げ切るか、わあセッカー出た、なんとシュー1ラウンド目通ったぞ。さあ飛び込みはタイガーパカット、このヘリ、うわーヘル危えた、非常に火力が高いスラタイク、壊し刻むがタイガーが刺さる、いや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 、うざうすところに入ってヨガファイヤー、飛び道具の打ち合いは非常に不利、ワープ大キックガードしてフェイントからの頭突き、壊し刻んで削っていく、うわ当たった当たった、しかし体力はリードしているのはアイランド、タイガーを踏んでしょ、おっとちょっとアイランド選手が技出なくなってるぞ、売り切れてるぞ、大足が入って1-1、サガットはね一回技売り切れちゃうと非常に怖いのでそこは注意したいですね。さあ弱足から刻んで固めていくで、アグレッシブなダルシムとなっているこのシュー、飛び込んだがここは落としてドリル、おうめえ体育、サッパーカットする、非常に隙がない、弱で出していく、ああインフェルノが刺さる、まさかのインフェルノ、ジャンプショー中キックくぐってタイガー固めて飛んできたところ、体育からのドリル、飛び道具の打ち合いゼロドット、アイランドあるのか、いや中キック勝ったな、終了おめでとう。いやー素晴らしい、選手としての誇りがお前にあるのかダルシムは選手だったわけですね。じゃあ放送席放送席、ヒーローインタビューか、今日はバーチャファイターじゃないのにすごいですね。はい、じゃあ優勝したシュウ選手です、拍手、どうですか、 X やってたの。いや、やってましたよ当時、なんだっけ、 X マニアとかも、あ、出てます、出たことあるし、本当に、うん、まあまあ、久しぶりに、まあ、この年代はみんなやってますよね、X ね。いや、優勝なんて何年ぶりだろう。どうですか、S サガは。いやいやいや、前、ミカドの大会出た時、S サガに負けたのは覚えてる。なるほど。まあ、やっぱ嫌ですよね。まあ、もう、対策とかそういうのも関係なしに本能のままいった感じです。やり組んでないですからねバーチャ能力だけでいった感じですね。いやでもまあまあダルシム楽しいんで、前からダルシム使ってた、昔からですね。
あ、そうなんだ。ダルシム選ぶっていうのはテクイですね、非常にね。昔からテクイキャラが好きなシュウ君という感じですかね。わかりました、はい、じゃあこれからもミカドでクッサイ会あるときはぜひまた遊びに来てください。また出ます、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあシュウ君優勝おめでとう、はい、ありがとうございます。いや素晴らしい、バーチャ勢が優勝するミカドの X 大会となっております。なので、これからもね定期的に行っていきたいと思いますので、よかったらぜひ参加していただければねと思いますけれどもね。まあ、ミカド勢非常に適当プレーなんで、その辺がね、ファイトスタイルと合わない方がいると思うんでね、そんなこと知ったこっちゃないので、遊びに来たい方だけ来ていただければなと思っております。バンログしかいないね。まあ、そんな感じで、ミカドの方はですね、今週の木曜から、まあ、大会とかちょこちょこやっていくんで、明日がガロスペで、月曜日が休校で、火曜日アクションゲームの配信、これエンテ君大丈夫なんでしたっけ。あ、違うか、エンテその次の週か、はい、はい、まあいろいろ大会、ミカドのスケジュール表をツイッターの、トップに置いてあるんで、よかったら遊べ、参加できそうなやつがありましたら参加していただければなと。一応時の扉くんが指定したパーフェクトソルジャーズの大会もねあるんで、パーフェクトソルジャーズミカドで今稼働してるんで、アイレムの格闘ゲームなんですけど、よかったらぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。僕ちょっと来週フランス行かないといけないんで、いないんで、みんなよろしくお願いしますみたいな感じで、16日から22日まで僕多分いないと思うんで、はい、ぜひなんとか回してください、すいません。はい、というわけで多数のご参加誠にありがとうございました。木曜 X 大会以上終了、ありがとうございました。お疲れ様でした。